伊達宗ねは、江戸時代後期の大名。伊予国は島藩九代藩主。平五郎。別名に、き山根、ね、総郷号は、慶山、さん。蚊は、十四にした、とうとうみ守る、のちせに。家族礼志向により伯爵、その後、明治二十四年四月二十三日に、養父伊てむなりの勲功により、公爵昇爵、七代藩主、伊てむ忠の三男。 幼名は、大木松丸。天保八年、いとこにあたる八代藩主、胸なりの養子師となり、安政五年11月23日に、宗成が、井伊直助の安政の大獄で、隠居処分となったため、家督を相続した。藩主就任後も実権は宗成に掌握されていたが、それでも、宗成の改革路線を引き継いで、潜媒制の強化、西洋式軍制の導入、 教育などの普及など様々な改革で成果を上げている。しかし、やはり胸なりの存在は大きく、胸のりはお飾りの立場に近かった。明治39年11月29日、77歳で死去した。方法皇は、霊昇院電球宇和島上主生に計算胸のり、大古寺。墓所は、愛媛県宇和島市野川の大高史寺、井上三郎。 井上三佐だ。井上香織千代子。伊達宗則二,二良義乗。秋子。春子。北白川の宮義久親王広虫。石坂大蔵、石坂和義。石坂大介。織田はじめ、ゆ子、石坂康夫。石坂康彦。石坂信夫。智子。美佐子。下山誠一、下山徳次、 ありがとうございます。